が見たかったこの一戦、祭りが始まる。ぶっかわいがってやるよ。さあファーストラウンド、注目していきましょう。コンボを叩き込む。さあドライブラッシュで相手に揺さぶりをかけていく。プレイヤーはさあ追い詰めた。アーマーで受け止めている。オーバードライブアーツを使ってダメ、届いた。プレイヤー1先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。開幕ジャンプ攻撃を仕掛けていく。前に投げのエンフォールド、これが狙いだった。一瞬で画面端まで到達した。どう崩していくか。プレイヤー1ドライブラッシュで前に出る。投げを使ってバーンアップしている。この投げは通らない。じりじりとした間合い戦、先に仕掛けるのはどちらか。息が詰まる。ここでフィニッシュ。盤石の立ち回りで危なげなし、お見事。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分な様子。連続技をしっかり決めていく。プレイヤー1先に体力リードしていく。上は通さず。さあダウンから。プレイヤー1画面端を維持することでダメージは蓄積していく。仕切り直す。プレイヤー1ジャンプ攻撃は見えている。反撃ののろしが見事なパット、完全に読み切っていた。プレイヤー1まずは流れを作った。このリズムのまま倒しきれるか。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。投げは抜けられず、攻めのドライブラッシュ。ドライブラッシュで前に出る。プレイヤー1さあ追い詰めた。真空波動拳、どう崩していくか。うまく投げていった。プレイヤー2ここはジャストから投げて倒しきる。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。序盤からどっしりと相手の動きを見定めてしっかり呼び込んでこの線を取っている。どっしりとした両者、固く立ち回って体力は減らず、ドライブラッシュで前に出る。目の前どうする。ここで画面足、ここはナイスガード。さあこれは痛いぞ。絶妙すぎるパリー。グラディウスでこじ開ける。この距離は危ない。プレイヤー2我慢で投げが決まった。確実にお互いが削れているぞ。ここで SA ゲージが溜まった。準備は整った。プレイヤー1この画面端でどうや、これは精神的に来るやつ。次はどうする。ここで勝負あり。この試合は切り取って SNS に上げちゃおう。そうしよう。さあ両者準備は OK。 では早速見ていきましょう。よさあ開幕、両者はどう動くか。ターゲットコンボをしっかり決めていく。体力は減らず、まだまだ試合はこれからといったところか。ダウンさせる。ジャンプが噛み合って、さあどうする。さあなんとか壁際は回避できたが、まだ予断は許さない。ドライブラッシュを使っている。攻めの姿勢を崩さないスタイル。さあダウンから手を出し合った両者、ここからどう動く。
体力差はある。届いた。プレイヤー2ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。いきなり仕掛けた。弾で状況に変化をつけるか。プレイヤー2さあ追い詰めた。捕まえて投げ飛ばす。プレイヤー2丁寧にボディサイコアッパーねじ込んだ。互いの制空権が触れ合い続ける。このドライブインパクトはガードさせて OK。 サイコアッパーで切り返す。うまくワンチャンス作ってねじ込むことはできるか。ブリッツで畳みかける。ドライブラッシュで前に出る。バニッシュカウンターで押し置き。先に触れれば勝機はある。どうなる。とんでもない逆転劇。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。まずは上から行くのか。目の前から切る。これはカウンターになった。攻めのドライブラッシュ。序盤の攻防戦、どちらが受け止めながら。 SA ゲージは溜まっている。何でもできる状況。両者体勢を整える。ここはどう出る。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。繋いできた。よし、ここからが正念場。打ち抜き、レギュル。これこそが竜の真骨頂。どうした、待て。プレイヤー2このがここで投げに行く。前に出て。プレイヤー1インパクトは通さない。弾力が問われる状況になった。前に出るのか。バウンドプレー終わりかねない。ここでゲージを使っていく。今のところどうだ。負けねえ。わずかに残る。最後の読み合いとなるか。飛び道具で語りかける。うわ、決着。プレイヤー2、総力戦を制した今の気持ち聞かせてください。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。ドライブラッシュで前に出る。ドライブインパクトは通さない。この距離は飛び道具を使う。両者次はどうする。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。ここはドライブラッシュでターンを渡さない。こかしてからの位置が入れ替わる。攻守が逆転する。ここから試合は終盤戦。禁止バーンアウト、まずいぞ。プレイヤー1丁寧に有利を継続している。試合は終盤、ここから KO。 プレイヤー2ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。くる。これはうまくヒットせず。壁際の球打ち、飛ばせるためか。当てに行く。ドライブラッシュで前に出る。飛んでいる。さあ攻めのドライブラッシュ。SA が高圧にゲージを使っていた。新昇竜拳を使っている。この一撃でかけてきた。どうした、待て。プレイヤー、ここでバウンド。試合が動くぞ。プレイヤー1ゲージ有利を生かすことはできるか。さあここからは差し合いの領域となる。 KO。 プレイヤー2一気に勝負を決めた。このタイミングでこの対決が実現してしまったか。仕方ないな、やるか。いい戦いになりそうだ。さあファーストラウンド、注目していきましょう。
さあ体力はほぼ変わらず、どこから崩すか見定めているか。激しいつばぜり合いが続く。ここで差し返し、パニッシュカウンターとなる。次はどの引き出しを開けるか。ゼリア1、画面端のいい状況を作った。さあダウンから投げも見せて壁のプレッシャーを上げていく。危険な状況に KO。 プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2ファイト。まずは距離を取るバックステップ。飛びが刺さる。ドライブラッシュで前に出る。プレイヤー1、画面端のいい状況。攻めのドライブラッシュ。危険な距離での殴り合いが続く。来るか。人来客宅を迫る。プレイヤー1、丁寧にここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。両者 SA ゲージが溜まった。ワンタッチ、ここで SA。 試合を動かしに行く。 SA での倒しきりなるか、微妙なところ。ギリ残る。ここからのもう一押しが大事。プレイヤー1、ゲージ有利を生かすことはできるか。この飛びは見えている。どうにでもなる体力差。逆転の青写真はどうなる。ドライブラッシュで勝負をかける。中足からのフィニッシュ。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。ファイトラウンドファイト。早く打っていく。さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。試合が始まったばかり、まだまだどうにでもなる。受け止めている。 DC 選択からのプレイ、苦しい。地獄の壁際が展開している。プレイヤー1、この画面端でどうやって料理。うまく投げが通った。ラッシュするか。この距離は危ない。陣内から投げ。うわあ、繋いできた。この飛びは見えている。勇気の中足。こんなすごい試合見せられたらどう実況したらいいかわからないよ。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。ここは中足を一つ。人来客宅を迫る。両者の狙いはどこにあるか、挨拶はどちらからするか。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。両者次はどうする。激しいつばぜり合いが続く。投げ。ここは切り返していく。ゲージを貯めたい状況ではあるが、どう貯める。これはつかめず。両者ドライブゲージを積極的に活用しての攻防。やる気満々だ。少ないドライブゲージをどう使う。さあダウンから。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。危険な状況になっている。ミスはもう許さ、届いた。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2ファイト。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。さあ近距離の攻め合い、攻めのドライブラッシュ。どう崩していくか。うまく投げていった。受け止めつつ攻撃する。ダウンからガードする。昇竜からこれは抜け出せない。もはや鳥かご。さあ逆転を見ているか。壁際投げフィニッシュ。盤石の立ち回りで危なげなし。お見事。